どうも皆さんこんにちは、ズラリーです。というわけで本日はですね、ちょっと僕生きてる中で気になることが生まれてしまったんです。皆さんココイチってご存知ですか？まあ知ってる人の方が多いと思うんですけど、ココイチっていうのはカレー専門の店なんですけど、そこにはですね、めちゃくちゃ辛い10辛っていうのと、めちゃくちゃ甘い5辛っていうのがあるんですよ。でそれ買ってきたんですけど、10辛5甘、今回は10辛と5甘を混ぜて何も言わずに食べさせたらどっちのリアクションするのかなと思いまして、本日はですねココイチ10辛と5辛混ぜたらどっちのリアクションするのか、なんで2回行ったんだろう。というわけで今からリッキーとポークマンが家に来るんですけど、その時に何も言わずに出してどっちのリアクションを取るのかっていう動画でございます。でね、これもう見た目が全然違うのよ。こちらがゴアマでございます。こちらが10辛でございます。いやこれね、本当にやばい、見た目の差がすごい、天国と地獄だよ本当に。というわけで今から混ぜていくわけなんですけど、とりあえず味見します。マジでやだな。じゃあちょっとゴアマの方を食べたいと思います。ドロッドロしてんだよな。あんま、なにこれ、これあれです、カレーじゃないです、もう甘です。いや甘いな、これスイーツみたいな感覚なんですかね。なんかそんなような感覚がします。すごい甘い。こんな甘いんだ。なんかでも好む人はいるだろうなっていう味です。さあ続いて10辛。本当にやだ。スプーン刺して混ぜようとしたらもうドロドロすぎて、混ざんないっていうか、スープじゃねえ、ルーじゃねえよ、これもうカチカチだぞ。ほな早速食べたいと思います。めっちゃ辛い。これ辛い。というわけで早速この2つを混ぜていきたいと思います。イン、おらー、うーわ色が全然ちげえ。おいで、めちゃくちゃちゃんと混ぜます。はい、というわけでしっかり混ぜ終わったんで早速分けていきたいと思います。はい、というわけで完成しました。こちら10辛ゴアマカレーでございます。というわけでこちらをですね、今から来るリキとポークマンに何も伝えずに食べさせて、どっちのリアクションを取るのかっていうのを検証していきたいと思います。ドン。お腹空いた？空いた。まあ空きました。俺ちょっとね、張り切って作っちゃった。何を？夜ご飯。え、お前が作ったの？俺が作った。絶対まずいし。いや、よう言うわ。いやもうちゃんと作ったから食べてほしいな。カレー作ったんだよ。ああ、ど定番じゃん。食べてほしいな。夜ご飯あるのにな、僕。そこをなんとか。カレーって気分じゃないな、こっちは。まあ、持ってくるよ。はい。は、本当に作った。特製カレーです。特製カレーね。うん。おい。鼻に鼻がついたからね。じゃあ食べる前に見た目の感想からお願いします。レトルトカレー臭いの。リキさんは。普通。まあ、それ食べますか。じゃあ、せーので食って。せーの。これ辛い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 。エリキさんは？え？どんぐらい辛い、どんぐらい、どんぐらい辛い、どんぐらい辛い、どんぐらい辛い、辛い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 。やっぱり、やるココイチの10辛とゴアマ混ぜたらどっちの反応するのかなっていう。混ざってないでしょ。え、リッキーさんは美味しい。辛いのいけるっけ。いや無理。じゃあおかしくない、逆にリッキーさんの方食ってみ。こっち辛くない全然。